昨日この街が映っていたでしょ。それが気になるから。探してるんだけど、やっていないみたい。みたいね。通りさんのおじさんに尋ねたら教えてくれるかしら。それとも守秘義務。そうよね。そうそう、マージがどういう薬なのか私もクラスメートに教えてもらったわ。いかにもお兄ちゃんが好きそうな薬ね。別にお兄ちゃんの気持ちを責めるつもりはないの。でも昨日も言った通り、マージには危険性があるかもしれないでしょ。それが心配なの。私がどれだけ心配しているか、お兄ちゃんにはわからないでしょうね。ううん、わからない。だってそれは私の気持ちなんだから。私がどれだけ大切に思っているか。そうね、確かにそれもあるけど、何が？私がそれを使うってこと？私、マージになんか何の興味もないけど。だから戻りたくなんかないの。どうして戻る必要があるの？私は現在に満足しているんだから。こんにちは。今日はいい天気ですもんね。
ながら木を見ていたんです。え？あ、はい。私、植物が好きなんですよね。それで、見るだけなら好きですね。だからですね、私結構よそ見をしちゃう方なんです。それでこの前変なものを見かけました。本当は誰かに話したくてうずうずしているんです。でも妙に思われるかもしれないから。そうですね、街中で見るのは変です。高さで言うと4階建ての建物でした。雑居ビルです。商店街だったんですけれど、ビルからビルへ飛び移っていった動物がいたんです。ジャンプして、まるで猫みたいな動きで、あ、はい、そうです、そう。じゃあ、くにみくんも？どう思います？驚きました。半分以上見間違いかと思っていたんです。ちょっと信じられないような話ですもんね。だってパッと見た感じではヒョウとかトラとかチーターに見えたんです。変えるんでしょうか。そうですね、ここ1ヶ月くらいの分新聞をチェックしてみたんです。けどサーカスや動物園から猛獣が逃げ出したなんて記事ありませんでした。警察に知らせた方がいいかなって思うんです。二人いるなら。けれど本当に被害者が出てからでは遅いと思うんです。ですよね。
今日は家にいらっしゃるんでしょうか。ともかく今からちょっと行ってみようと思います。はい、あの家の場所を教えてもらえませんか。麻生さん、国見くんと近所ですよね。あれれ、胸なんか触ってた？京介がいつの間にかガールフレンド作っていたなんて私知らなかったよ。もう水臭いね。言ってくれてもいいのに。ちょっとホッとしちゃった。ちょっと離れて隠れていたから顔まではわからなかったの。だってあの人、チカ子ちゃんだったんだ。やだな、私本当に視力が下がってきちゃってるのかも。ねえほら、なんか図形作ってみて、答えるから。やってよ。そうだった、遅刻遅刻。ほら早く行こう。なんか駆け落ちみたいだね。ねえ、そう思わない？なんで？汗かいちゃった。
じゃあ行ってきます。いやあ、おかえり。いや、挨拶にね。今日こっちに来たものだから。うん、お久しぶり。そうそう、京介くんにも聞いておこうかな。最近は母の様子はどう？そうか。それじゃ、僕はこれで。お茶、ごちそうさま。いえ。僕はいつもの駅前のホテルに泊まっている。よかったら遊びに来てくれよ。お兄ちゃんがいなくて困っちゃったわ。島ですが、今、いいか。じゃあ、そうだな。駅前にでも来てくれ。電話で話すより、そっちの方がいいと思うんだよな。当たり。